ナでも今の戦い方するキーパーしてるっていうところが怖いかな。乗り越えてベルターを巻いた。木村選手で感じてちょっと改善始めて、でピケオ選手と戦って、でもまだ自分のその足りない部分は完成してなかったので負けちゃいましたけど、足りない部分とその通用する部分というのは今自分の中では整理できてます。まあ、彼に勝つことでやっぱりあのフラッシュウェルター級のベルトに挑戦、僕の 100% 出せれば普通に勝てると思ってるので、はい、僕の仕上がり次第だなと思ってます、はい。まあ、ピケオ選手、木村選手と戦って自分も変われたので、ここは絶対落とせないというか、絶対に勝たないといけない試合だと思います。KO だけじゃなくて、うん、その判定でもこう圧倒的な差を見せれるような選手になりたかったんで、
もちろん KO はしたかったんですけど、うん、こういう勝ち方も自分の経験になると思うんで、そういうことも含めて圧倒的に差を見せるっていうコメントをしました。うん、世の中、日本が結構深刻な状態になっていて、そういう試合できない選手とかいるので、そのちょっと考えてることがあって、クラウドファンディングをこうして、そういう困っている人たちを助けるんじゃないですけど、力に少しでもなりたいと思って、そういうクラウドファンディングの準備をしてるんで、よかったら皆さん協力して、はい、そういう困った人たちを一緒に助けてほしいです。 K1 が7月福岡で開催されると思うんで、されるんで、次はそこを出場できるようにアピールして勝ちたいです。